兵高島駅は、かつて、神奈川県横浜市西区高島一丁目にあった、日本国有鉄道の貨物駅である、東海道本線貨物支線の駅であった。高島駅から分岐し、ほぼ U の字を描いて180度向きを変えて、横浜港高島埠頭の特定に通じた先に、設置されていた駅であった。有害者が乗り入れ貨物線から積み下ろされた貨物の実を、扱っていた、 小規模な駅であった。駅跡地は再開発され、横浜港未来21の一角となっている。開発は遅れていたが、2010年代後半から開発が進んでいる。かつてあった倉庫は撤去され、特定だった駅跡地も付近が埋め立てられ特定ではなくなっている。1935年頃の表高島駅付近、横浜港高島埠頭の完成に伴い、 1934年6月15日に高島駅からの貨物支線の開通とともに開設された。三橋式岸壁に5000トン級6隻、3000トン級2隻の貨物船が同時接岸可能な設備を備えていた。入り江と倉庫群を避けて迂回していたため、高島駅からの直線距離は200メートルほどのところを1.3キロメートルの営業キロであった。 またほぼ180度向きを変えて特定に入っていたことから高島埠頭に通じる同じ道路を2回横断していた。高島駅長が管轄しており、貨物の扱いがある時だけ詰め所に駅員が配置される体制であった。また、高島駅との間では、走車係が旗を振って入れ替えのようにして運転していた。第二次世界大戦中の1945年5月29日に、 横浜大空襲を受け、高島不動の倉庫とともに、駅構内のほぼすべてが消失した。大戦後は、連合軍の進駐に伴い横浜の臨港鉄道網は、その輸送に用いられるが、高島桟橋からは、石油類や火薬類の陸揚げに主に用いられ、京高島駅から発送が行われた。ただし、1948年9月以降は、火薬類は田浦駅、 栗浜駅に、石油類は、新港駅、安全駅にそれぞれ一貫されている。昭和30年代以降は、陸上貨物輸送のトラックへの転移が始まり、また船舶輸送もそれまでの2役を一手に引き受けていた。不当から物資別の専用不当に移行するようになっていった。鉄道貨物輸送も、輸送量の総量が減少するだけではなく、従来のように、 貨物全般を取り扱う形態から、コンテナや石油タンク車などの特定品目の大量輸送に特化していくようになり、これに伴って、臨港線の輸送も衰退していくことになった。これを受けて、高島駅から東駅に至る支線とともに、1982年11月15日に廃止となった。ありがとうございます。